先ほど動画をですね撮りまして、アップがし終わったんで、また別な説明として、まあ、先ほどと同じように花は置いたままでですね、撮って説明しますね。先ほどここにですね、メラメラと燃えるような炎のイメージでっていうのを説明しましたが、この脇っちょにさっきは何気なく撮っただけなんですが、実はですね、これは木干しって言いましてですね、まあめったにですね、めったにって言いますか、作ろうと思って作ればいっぱいできますけど、これはですね、この仁王の側列辺のとこですね、ここに黄色みが感じられると思うんですが、まあ皆さんはこのぐらいだと分かんないかもしれませんね。これは星空で言うと行星です。行星ですけどですね、仁王のこの一点下の点がほぼ絶の全体を占めているので、まあ行星っていうのが分かりにくいっていうだけなんですけど、まあここではその行星としてが問題っていうことじゃなくて、この時色の、このうっすらとピンクっぽいような紫みたいなところと、それからその外側のここの、この部分ですね。ちょっと今タブレットが揺れちゃってるんですけど、まあここの部分に実は黄色みがあるんですね。まあもっと出てるタイプもあるんですけども、まだうちの方が咲いてないので、とりあえずこれで今説明してますけど、実はですね、これで木干しを作るっていうその相手の花なんですけどね、もちろん白地のやつにかけてもいいんですけども、それよりももっとすごいのが出るのはね、実は時色なんですね。ちょっと場所で言うとここです。これのやつですね。こんなつまんないような花って、まあ思うのは当たり前ですね。まあ白でもなし、なんかは、朱花でもない、うつらとピンクっぽいようなっていう。まあ先日これ、これはまだ撮ってないか。撮るために持ってきたんですけど、これですね、こういうやつとの交配で素晴らしい黄色が外側に回った星空ができるんですね。亀山さん木干しって言ってます。木の星空で木干しって言ってますけど、まあ、先ほど撮りましたこの朱花のこれですね、この時ですね、こういうのに使うと、このうっすらとしたこのピンク色みたいなものと黄色が出てですね、あるいは、まあ、緑心の緑覆輪なんかも、おそらくもしかしたら回るかもしれませんね。で、中が星空になってっていうことです。まあ、まだ星空って言ってもですね、地方にほとんど、行き渡らない、まだよそではまだらなんて言ってるレベルかと思います。亀山さんのとこではもう一点下のうちのものを星空と言ってるんですが、未だにかたくなにまだらって言ってる別なグループがありますね。まあそれはそれで構いません。ただ私のとこでは、まあその星空をいろんなタイプ分けもしましてですね、まあ12、3ですかね、もうタイプ分けしています。まあタイプ分けしてるってことはですね、そんだけその花を選別する際に目的を持って選別できるっていうことです。わけもわかんないで持ってきて交配してもいいのできませんからね。で、この後ですね、まあ実はオークションに出すためにもう準備したんですけど、その花をいずれ星空で作ったらっていうことで、まあ説明も補足しておきますけど、まあ最終的にはですね、その私が出品したやつで交配すれば、まあ朱花の綺麗な斑紋化、それから、朱花の初雪。まあ、緑覆輪をそこに入れれば、私が昨年登録した初日の出の緑覆輪ができます。で、さらに、まあ、朱花の星空、この朱星ですね。これは朱星の点がありませんけど、朱星も一緒に出品しますので、そういうので公開すれば、一発でその朱星ができて、外れでここにあるベタが咲いて、朱斑紋が咲いて、朱の初雪が咲いて、さらに緑覆輪を入れた交配すれば、緑覆輪の今言ったようなのができるっていうことですね。まあ、どれが外れになるか、
どれが外れでもまずは他にそうはないですからね、どれが外れでもいいかなと思います。要するにですね、血統を知らないで公開して皆さんが持ってるような芝な、要するに鉱石の地が入ってるかもしれない、まあほとんどよその場所から買った芝なは鉱石の地が、入っていてもおかしくないですね。私の知る限り亀山さんだけです。ですからそれ以外の芝名で公開すれば、まあ当然クラム花を永久に続けることになりますね。まあそういうことで、いずれ星空に持っていくんだとすれば、どういうものを作るか、当然そのこの、まあ、これは今ベタで出てきますけど、ベタで表現系では出てますけど、これと同じ血統のものを出品しますので、それを上手に使いこなせた方が、まあ、亀山さんや私などが作る花に近づけるっていうことですね。先に進めるっていうことですね。使い方によってはぶっ壊して終わりに。まあ、そうなりますね。まあ、ですから、いずれこういうのが外れで出てきますね。外れで。まあ、そういうのをこれから少しずつ出していきますので、休校の時にですね、初心者でこんな公開すればあっという間にすごいのができちゃうなんていう話もしたんですが、まあ何かという忙しくてそういう出品できませんでしたので、これからまあ花時期にそういったことを説明しながら出品していくつもりでいますので、こういう時色ですね、時色を使いこなせる人がこれからの次に新しいいい花ができる、そういう一つのヒントです。まあですから、皆さんの頭の中にあるイメージと私らとは当然違いますけども、いずれそうですね、いずれどん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 地方にもそういう花が流れていくようにはなるかなとは思いますけど、まあできればご覧になった皆さんがですね、じゃあ作ってみようかっていうことで頑張ってくれればあっという間に広まるかなと思います。まあでもその先が読めない、そういう人は無理ですね。まあですから頭の柔らかい、まあ極端に言えばですよ、今まで、ね、持ってたうちら全部捨てちゃおうと、もう捨てちゃおうと、でゼロから始めよう、まあこの人ですね。私も亀山さんのところに、行く前持ってたやつはみんなもう処分しました。私が行き始めた時ですね、本当に亀山さん、芝生も後輩やめたって言ってました。それで次の最後の課題は先分けだって言って、ずっとやってきて、今日に至ってるわけです。まあ、その間ずっと見てきましたんで、その過程もどんな花を使うか、血統も全部頭に入れてやります。まあ、亀山さんが、うちの血統全部分かってるのは先生と、あともう一人のと、私の弟子だって言って、いますけど、まあもう一人の方はですね、オークションでヘテロとホモって書いてる人ですね、その人だけですね。後の人はわからないです。まあ女房もですね、去年、売る花じゃなくて交配する花とその交配の相手まで買ってったんで、まあ、100万ぐらい買いましたけど、亀山さんとっても褒めてましたね、やっと分かってきたねって言って褒めてくれました。まあ、最近はだいぶ生意気なことも言えるようになりましたけど、本当にいい花が作れると思います。まあ、ですから、あくまでそういう血統が分かる人じゃないと無理ですね。今の花で評価するっていう人は、まあ、ダメです。まあ、いい花を作るっていう先が読める人ですね。何の可能性もないものをやっても無理です。でも、こうやった現実がここにあるわけですから、そういう血統でやる人だけがこれから生き残っていく人ですね。